よし、1点入れたろ。悩んだ悩んだ。ナイス岡林。いや、今日もいい点の取り方よ。これがドラゴンズよ。昨日も今日も最初にヒット打って盗塁して進塁打打って、今日は内野安打で先制点。最高かよ。本当に機動力野球いいね。これが見たかったんよ。うまっ。おー、ショート土田の守備位置ナイス。これはシフト引いてたかっていうぐらいいいとこ飛んだ。よかった。打った瞬間抜けたかと思ったわ。いやー、これ無失点でかいよ。ナイス。え、ちょっと、おい、ちょっと、ねえ、ちょっと、ねえ、ちょっと、ねえ。諦めへんで。諦めへんで、まだ。まだ2回の裏や。甲子園で絶対勝つや。絶対勝つんから。ホームラン、ホームラン、ビシエド。ビシエド。ビシエド。4番が打たなきゃ点入んだよ。1、2、3が頑張ってんのに。インコース攻められて、外は最後三振。絵に描いたような。4番頼むぜ。うまい。うまい。おかやし、うまい。うますぎる。勝ちたい。勝ちたいよ。勝ちたいよ、甲子園で。もうあとはビシエドは、もう頼むから4番が打て。4番が打ってくれ。もう1、2、3は頑張っとるから。ぶち込め、放り込め、ビシエド。ぶち込め、ぶち込め、ぶち込め、いった？いかない。いかない。もう、4番のあなたが打たなきゃ勝てないよ。ねえ、ドラゴンズは。まあ、あなたがドラゴンズの中で最高年俸なんだから、野手の中で。打たなさ、勝てんて。頑張ってんだから、1、2、3は。4番が仕事してよ。夏の男じゃなかったんか。ああ、もう。よし、うまいぞ。ナイス、平田。やっとヒット打った。ナイスナイスナイス。絶対勝つからな。絶対甲子園で勝つんじゃ。つ行ったんじゃない。え、ガチ行かないわ。全然行かないわ。ライトフライや。本日もよろしくお願いします。今日はね、ドラゴンズ甲子園で6試合目でね、まだ勝ったことなかったんでね、今日こそは勝つぞって強い気持ちでアプロインハイね、テレビの前で応援してたんですけど、今日ドラゴンズヒットね8本打ったんですよ。8本打ったんですよ。阪神はねヒットね3本ですよ。ね、もうね、野球は分かんない方もね、なんか小学生でも分かると思うんですけど、ヒット8本とね、ヒット3本打ったらね、普通どっちが勝つか、どっちがたくさん点入るかって考えたら、ドラゴンズだと思うんですよ。ね。今日ね、ドラゴンズ対阪神。1対2で負けました。もうさ、もういいじゃん、勝たしてくれたって。ねえ、いいじゃん。ヒット8本も打ったんだよ。もういいじゃん、勝たしてくれだってさ。なんでだよ。ヒット3本で、ね、阪神2点取って、ヒット8本でドラゴンズ1点ってさ。どういうことだよ。いいじゃん、勝たしてくれだってさ。いや、確かに今日はね、いいゲームだったんよ。もうドラゴンズの先発ピッチャーも若手の上田が活躍してさ。ね、野手では土田がショート入って、めちゃくちゃいいプレイしたりとかして、本当にね、未来のドラゴンズ明るいなって、ワクワクさせてもらえるね、ゲームだったんよ。うん、本当に、試合内容ね、結果さえ見なければね、本当いい内容だったんだけど、ね、1番、2番、3番も主力コンビで、1番、大島、2番、高松、3番、岡林、
みんな左バッター出し早くて、まあ相手先発ピッチャーの青柳っていうこともあって左対策あるとは思うけど、僕はこの 1-2-3 好きだわ。めっちゃ足使えるし、大島選手もね、今日1回からヒット打ってね、もうずっとヒット打ってるけどね、盗塁して、すかさずランナー2塁に行ってね、高松選手がここで進塁打打つんよ。この1、2塁間の進塁打もめちゃくちゃ大きかった。こういう2番が欲しいと。で、3番の岡林が内野安打で1点先制。この攻撃が見たかったよっていうね、昨日も同じような攻撃で1点先制したけど、ほんとドラゴンズいい攻撃で1点取ってさ、今日は甲子園でいけるかなって思ったんだけどね。途中にはさ、土田選手がさ、ね、インコースのボールをね、青柳の、くるっと回転して引っ張ってヒット打って、もうセンスの塊でいくと思ってさ、守備でもね、ショートに結構ボール飛んできたけど、難なくさばいてアウトにしてさ、ほんとセンスを感じさせてくれた。もうね、センスの塊がね、っていう言葉がね、めちゃくちゃふさわしい男だね。もうそんで、巨人のあの、ショートの坂本、ちょっとやんちゃな感じ？あれに似てるんだよね。なんかちょっとドラゴンズ真面目な選手が多いからこそ、こう、ちょっとこう、イケてる感っていうか、イケイケが、やんちゃ感があってさ、土田選手ね、もうセンスもあってかっこよくてね、まあ、ショートちょっと今後固定してほしいなっていう、これ、1年間使い続けたらかなり期待できるんじゃないかっていうね、これからが楽しみなね、土田選手が今日見れたのはとても嬉しかったですよ。そんで下位打線では加藤翔平がね、ファールでたくさん粘って青柳選手球数投げさせたりとかね、みんな頑張ってくれましたよ。結構僕は今日の方が好きですけど、まあ一つ言っておきたいのはね、4番のビシエド、あなたですよ。ビシエドさん、あなたが打たなきゃ勝てませんって。みんな他は頑張ってたよ、1-2-3 は。ねえ。あなたのために、1-2-3 は頑張ってランナー貯めてるの。ね。チャンスで回してあげてるの。ねえ、最初はゲッツー、ライトフライ。ねえ、最後もレフトフライ。まあ、最後はちょっと紙一重だったかもしれないけどさ。もう、入団当初のビシエドはどこへ行ったのよ。全然いない、もう影も、その当時のビシエドの影でも見当たらないよ。どこ行ったの、ビシエド。もう別にホームラン打てとは言わないよ。ね、シーズン当初40本目指してホームラン打ちます。まあそれは無理かもね、無理だったけど。チャンスでさ、ね、入団当初は逆方向にね、痛烈なライナー飛ばせたのよ。あれが消えちゃったじゃん。もうないもん、逆方向にもあのいい当たり。ビシエドらしい当たり。チャンスであの当たりさえね、間抜けてくれれば大量点入るのにさ、インコース苦手なのはわかるけど、インコースを思いっきり捨ててさ、自分の打てるとこだけ狙ってくれよ。もうインコースまで手突っ込みに行くからさ、もうアウトコースも絵に描いたように三振するし。もうさ、ドラゴンズの中で一番年俸が高いの、3億5000万。去年これで3年契約。ね、もう3年これからいるわけだから。もう活躍してくんなきゃ困るわけよ。ね、他球団の4番。ヤクルトは村上、阪神は今怪我しているけど、大山、里出る、巨人は岡本、ね、DNA は牧、みんないるじゃん。ね、広島は4番マクブルーム、みんないるよ。ドラゴンズだけだよ、4番がいないのは。もう、本当にビシエド頼むって。うん。期待してるから、こう、僕もこうやって、すごく悔しい気持ちになるわけだからさ、期待してなかったらそもそもこうやって怒んないわけよ。ね。今、もう石川選手も怪我していないんだから、あなたが打たなきゃ、勝てないんだって。そんで、8回の表、先頭の溝脇。あれ、内野安打ヘッスラ。なんでリクエストしなかった？あれ、セーフに見えたんだけど。皆さんどう思いましたか？コメント書いてほしいんですけど、結構絶妙なタイミングだったんですけど、なんか一塁コーチが指示しなかったのかわかんないですけど、あの8回でリクエスト2回も残ってて、すればいいじゃん。なんでしないの？もう、勝ちたい気持ちないの？まあ、あると思うけど、だったらリクエストしてよ。もう、あのリクエストしなかったのも正直がっかりでした。一方、先発ピッチャーの上田投手、ね、しました。でも、本当に素敵でした。最高でしたよ。6回1失点。文句ないっす。もう完璧でした。むしろ、こんだけね、ビジターでね、甲子園の独特の雰囲気ある中で、これだけのピッチングしてあげて、してくれて勝ちつけさせてあげられないのがかわいそうだわ。本当に。もうね、こういう若手の先発ピッチャー、こういうピッチングしてくれた時に勝ち星がつくからこそさ、成長とか自信につながるわけよ。もうこれでね、勝ちをつけてあげられないのがもう本当、チームとしてもね、もったいない。本当にね、大きなね、こう、目をね、積んでしまったなっていうのをね、今日一つのプレーで、一つのチームのせいでね、そう思いますよ。
本当にいいピッチングしてくれた。特に左バッターにね、インコースからこう入ってくるカットボール。あれはね、かなり左バッターに効いてるし、で、カーブもこうストライクカウントをうまく使う場面でカーブを使ったりとかね。あとストライクからボールゾーンに落ちるフォーク、相手バッターが振りたくなるところをね、投げれたりとか、あとストレートもナチュラルにカットしてるから低めに行けばね、ゴロを打たせて取れるとか、もう今日本当にね、まあ、1点取られたところは先頭にフォアボールを出してしまったっていうところは少しもったいなかったですけど、まあでも本当にね、素晴らしいピッチングでした。もう先発ローテ今枠が空いてるんで、次回もね、多分登板回ってくると思うんで、このままね、いいピッチングしてほしいなと思います。はい、っていうことで、もうね、いつになったら甲子園で勝てるの？もういつになったら勝てるんですか？もうね、そう思ってしまうんですけど、明日はドラゴンズ先発ピッチャー大野雄大、阪神才木投手ということで、まあ、前回才木投手ね、やられてるんでね、まあドラゴンズ打線、もう大野投手はね、いいピッチングしてくれるのは当たり前だと思うんですけど、エースなんで。ドラゴンズ打線、打ってくれ。特に4番ビシエド。もう今他にいないんだから。あなたしかいません。あなたが打たなきゃ明日も勝てません、絶対。もう分かってます。うん。4番ビシエドが打たなきゃ勝てない。もう僕はね、もう期待するしかない、応援するしかないんで。もう今日は切り替えれそうないですけど、正直ね。もう明日の2時までになんとか試行錯誤して気持ち切り替えて明日もね応援したいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。レフトスタンドのドラゴンズファン、本当にねお疲れ様でした。